ゆかち専門チャンネルです。今回はですねトリプルイナホを目指したいなと思います。今ねダブルイナホなんですよ。やり方はねまた別の動画を見ていただきたいんだけれども、このダブルイナホにさらにイナホ追加されたらヤバダニエンだよね。ということで延々あぜ道行きまーす。延々あぜ道に行ったらもう一人イナホ出てきてくれるかな。田園駅にワープ。トチャンク。なんか七人岬あるやんか。妖怪ウォッチ3って。それもやりたいんだけどな。そしたら八人岬？九人岬になるのかな？わからんけど。果たして今回トリプル稲穂できるのか。レッツラゴー！延々あぜ道入るの2回目だから、どうだろうなぁ。もう一人の稲穂おるかなぁ。前回794。まあ大体最初はそうだよね。なんか決まってんだよね、距離。最初は794って決まってる。2回目どうだったかな。これはモノマネキンかな。電話鳴っております。でなーい。このあぜ道の途中に稲穂が立っている気がするんだ。ああ、JK ね。これ序盤、あんまなんか距離が伸びるイベントとか、なんかあんま関係なさそうな感じもするな。2回目も距離決まってそうな気がする。はぁ、疲れちゃったよ。双子の稲穂、ツイーンズ。稲穂ツイーンズ。え、君の名は、君の名は、私稲穂、私も稲穂。300m 突破。1000m ぐらいいけるかな。くぐりまーす。あ、バトルだ。ちょ、構えたん。ということで、バトル行きましょう。パーティーは、ケイタの持ってる妖怪たち。ジバニアンとかメラ君とか。まあ別にこれ、そんな強くないんだよね。ただ敵6体おるから、結構時間かかる系。ジバニアの必殺技ぶち込んじゃう？あ、移動しちゃうね。そうか。妖怪ウォッチ3前半、その1章、2章、3章とかは敵全く動かんけど、もう6章にもなるとね、敵は普通に必殺技避けるよね。で、稲穂ちゃんだからまだ妖怪ブラスターが使えないっていう。ケイタはもう妖怪ブラスター使えるんだけど。稲穂ちゃんは使えないんだよねカリカリベーコンでフェイントかけてからジバニアンの必殺技打っちゃうぞ。一網打尽にゃん。シュババババババン。あとは一つ目小僧くん。さらに絆猫にガジン小僧も登場。まだレベルが10ちょいぐらいだから、レベル10ちょいぐらいだから手こずるね。意外に手こずるね。骨美人さんはフロントに2列か。カリカリベーコン HP 回復。あ、カリカリベーコン、あ、カリカリベーコンちょっと移動したい。カリカリベーコン移動したーい。火花の術いいね。カリカリベーコン移動。あぶー。味方を前に持ってくることによって攻撃を防ぐことができる。カリカリベーコンも小桜悦子さんの声ちゃうかったっけな。キー言うて。レベルが17とかだからなぁ。手こずるね。お前はとりあえず今回、トリプルイナホにしたいんだよな。あ、あー。これ降参した場合ってどうなるんだろう。怖いな。降参したらまた1からってなりそうだな。身代わり人形使っちゃう？ここは。まあ普通のバトルは身代わり人形使えるし、その場合、敗北にはならないよね。
いやー、奥へ行けば行くほどね、強い敵出てくるんだよね。500メーターとか1000メーターおきにエンエンの鳴き声聞こえるかなと思えるんだけど。あー、またくぐる系だ。嘘でしょ、またバトルなの、嘘でしょ。じゃあ身代わり人形使っちゃおうかな。ほんじゃ身代わり人形ってなんかよろずマートで買えたっけ。HP も回復しとかんとだ。シュタタタタタタ。電話はスロー。なんかね、ヤバい系のね、電話なんだよね。どれも大体。3パターン、4パターンぐらいあるけど。で、距離が伸びるパターンもあるんだよな、確か。飛車がつくの。味音、雨音というよりはビシャ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 みたいな。何の音だろう。あー、なに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 来るの。え、ついてきてるやん。一つ目のビシャがつくさ、ついてきてるやん。でも大丈夫、私たちはツインズ。あらー、逆さま、逆さまだよん。800m 突破、前回の距離よりさらに距離を伸ばしております。バトル、この辺は別にそんな強くないかな。バトルしてみるか。足手まといに続かなしょん。放置プレイでも普通に倒せそうだな。まあ、いっか。フェイントかけてジバニアの必殺技とか。ペラペライオンの必殺技と見せかけてからのジバニャン。スパパ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 、あたたたたたたた、えぐー、取り付けえぐー。とりあえずガシャとか全く回してないからね、ストーリー進めることばっかり考えて全然ガシャ回してないから、ほんと序盤のパーティーって感じ。あと一撃食らわせるかな。ポクチン念仏、まずい、あと一撃頼む。みんな取り憑かれてるんだけど、頼むわ一撃。すげえ、ジバニアが一番いい感じだ。行くよ。稲穂にもし妹がいたとしたら名前何するかな。弟はリクなんだよな。妹がいるとしたら、あ、1000メーター突破。稲穂双葉とかでもいいよね。もう一人の稲穂ちゃんいないかな。三姉妹になりたいな。うぞーん、ゴールだー、じっちゃんゴールだよ。やっぱり2回目じゃ出てこないか、もう一人の稲穂。今日は延々少女おる。あ、話せる、来てる、あいつが来てるよ。あと2回ぐらいしたら会えるかな。ヘロー、ついに来ました、トリプル稲穂。稲穂がですね今3人
集まってるんだけど、本物の私はどれだっていう感じよね。行きましょうか。いや、これはかなり貴重だよ。みんな同じ方向向いてもいいね。みんなこっち向いて。どれが本物の稲穂かわかるっていうね。面白すぎる。ただ、この右にいる稲穂ちゃんって妖怪ウォッチつけてないよね、左手に。これで判別しやすいかもしれない。一応聞いときましょうか。君は誰ですか？私に似てるよね。もしもし聞いてますか？稲穂だよ。私も稲穂なんですけどね。そんなことよりさ、私の大事なものないんだよ。何がないの？メガネ？ババー、顔がなーい。メガネはあった。すごい光景だな、稲穂が3人。のぺなんちゃって、なんちゃって、のぺらぽんでした。キャワタニエンだね。で、アイテムドロップしてくれてるんだけど、鉄壁のお守りいただきました。じゃあ行こっかー。